アニマローンラジオドラマ、社長、桃太郎。その昔、おじいさんとおばあさんが、桃から生まれた男の子を、桃太郎と名付けて育てた。その子はすくすくと成長し、やがて鬼を退治して財宝を持ち帰った。めでたし、めでたし。 このお話は、そんなめでたしめでたしのその後から始まる。社長、桃太郎の始まり始まり。ここはオフィスの社長室。ビジネススーツに身を包み、真剣な表情で書類を読んでいる桃太郎。私だ。ああ。そのアポはずらしてもらってくれ。そうだな。 2時間ほど後ろにずらして、会食とさせてくださいと伝えてくれ。一婚差し上げますとな。うん。例の店の予約頼むよ。もちろん、個室でな。私の名前は桃太郎。覚えてはいないが、どうやら祖父と祖母に拾われたみなし子のようだ。祖母が洗濯をしていた時に上流から流れてきたらしい。二人には、 どれだけ感謝してもしきれない。何とか恩を返したかったので、鬼退治が無事に済んだ時は胸をなでおろした。まさか、刀一本とキビんごだけで放り出されるとは思わなかった。しかし、二人の厳しい教育方針のおかげで、創意工夫する大切さを学んだ。その後、持ち帰った財宝の一部を使い起業した、桃太郎総合警備保障は、順調に起業として成長している。 どんな苦境も、あの時の苦しさに比べればなんてことはない。そういった経験を若い頃にできたことが、一番の財産かもしれない。どうぞ。社長、失礼します。よー、記事、どうしたちょっと、お時間よろしいでしょうかああ、かまわんよ。かけたまえ。失礼します。 しばらくぶりだね。私はもうなかなか現場には足を運べないから。犬や猿は元気でやっているかい相変わらずです。そうか。年末の社温会以来だな。そうだ。近々会食のセッティングでもしようか。みんな頑張ってくれているおかげで、我が社の業績は順調だからね。ありがとうございます。どうした 浮かない顔だな。何か、トラブルでもあったのかえ、いえ、その、記事我々はチームだ。あの苦しい鬼退治を成し遂げたチームなんだ。何かあれば、それぞれが助け合える。足りないところを補い合える。そんなチームでありたいと私は思っている。少なくともあの時、鬼退治をすると、 応答無形な夢を掲げた私を君たちは笑わなかった。それどころか、キビ団子しか持たなかった私に君たちはついてきてくれた。私は、君たちに何かあれば全力でサポートをさせてもらうよ。社長、ありがとうございます。いや、当たり前のことさ。それで、何があったんだ実は、 会社を辞めたいんです。えいえ、その、社長にはよくしていただいていますし、感謝しています。ただ。ただ、どうしたその、自分、キャリアアップしたいんです。もっと自分の能力を活かせる仕事をしたいんです。それでその、転職をしようかと思いまして、 なるほど。君の言いたいことは分かった。しかし、それは我が社では不可能なのか我が社の懐はそれほどに狭いのかいえ、それは。君自身のやりたいことがはっきりしているのであれば、私は止められない。心よく送り出してやりたいと思う。ただ、理由を聞かせてくれないかその、実は、 実は自分飛ぶのが苦手なんです。ああの、スマホで調べてもらえばわかると思うんですけど、自分たち記事族は走る方が得意なんです。あ、えなので、今のこの会社での立場というか、ポジションが辛いんです。あ、んそもそも、 自分は記事なんで、あんな伝書との真似事みたいなこと。あ、いえ、仕事なんで手は抜いてなかったんですけど。え、そうだったのか。すいませんあ。いや、あの、こちらこそ、その、あ気づいてやれなくて、すまなかったね。いえ、とんでもないです。 それで、その、新しい仕事っていうのはもう決まっているのかあ、はい。店舗はすぐにでも来てほしいと言ってくれてるんです。そうか。ちなみに、どんな職種なんだい自分の脚力を活かせる宅配の仕事なんです。アマジョンの配達をしようかと。あ,あ、アマジョンか。うん、確かにその、 早いね。はい。そうか。君の新しいキャリアでの成功を願っているよ。ありがとうございます。退職の時期に関してはまた人事と相談してくれ。とにかく、新しい場所でも頑張れよ。は、はい。あ、何かあれば、いつでも相談に来なさい。 社長、本当にお世話になりました。あ、本当だ。え記事飛ぶのダメなんだ。シリーズ開始早々、いきなり退社した記事桃太郎の会社に立ち込める暗雲。記事の転職は父と出るのか 待て、次回地球のみんなオラにチャンネル登録を分けてくれ